こんばんは、辰徳です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。これチキンステーキですね。火が通っているか、ちゃんと火が通ってますね。これどうしたかというと、仕事、自営業なんですが、1時間前に昼に塩コショウを振っておいて、で1時間前から IH の位置でじっくりと低温から焼き上げてます。その方がうまみが出る、増加するということで、弱火、僕ができる一番の弱火で30分で IH が切れるので、まず30分間焼きます。で、もう一度入力し直して30分焼きます。で、食べる前にちょっと確認して、ちゃんと火が通っているのか確認した上でこういう形にしてあります。1時間かけて焼き上げた皮面を下にして、肉面は蓋で蒸し焼きにした状態ですね。そのチキンステーキ2枚ですね。2枚、こういう形でチキンステーキ2枚で肉汁が出てます。肉汁ね、これもったいないです。ここにキャベツを放り込みます。キャベツを放り込んで肉汁で蓋をして蒸し焼きにしていきます。で、今回はあまり時間がないので IH の3で IH の3で蒸し焼きにしていきます。で、昨日も食べた八朔が1個まだありました。で、赤米を使った白ご飯です。で、体重を測っていきます。鶏胸肉を2枚も食べたので思いっきり増えてる可能性はあります。増えてる可能性があると言いましたが、増えてませんでした。むしろ減ってます。 54.5 キロ、昨日より200グラム減ってますね。 54.5 キロ、体重 54.5 キロ、体脂肪率 10.9%、 基礎代謝1305、内臓脂肪レベル2、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 はい、もう一度確かめます。町田1段で言いますね。体重 54.3、 体脂肪率 11.8。 でも最初の、記録、体重を記録するということにしているので、記録上は 54.5 キロですね。で、このキャベツですが、これはもうちょっと時間をかけた方がいいですね。もうちょっとしんなりと肉汁をまとってくれるまで、蓋をして蒸し焼きにします。炒め蒸しですね。炒め蒸し、はい、もう一度蓋をします。はい、これは、もうちょっと炒めます。で、問題はこれですね。で、多分今日もね、スクランブルエッグ食べます。これだけでは満足できないと思います。これプラススクランブルエッグを食べると思います。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。